やばいやばいやばい、第8世代やばくないか。はい、というわけで、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。いや、もうみんなもう第8世代でピーンって来たよね。ケビーレック G のラップトップ向け第8世代 CPU 決まってるじゃないですか。最近さ、その CPU を搭載したラップトップがね、いっぱい出てて、みんなもね、ドキドキしてるでしょ。面白っすよ。あれはさすがにドキドキする。というわけで、早速出現してもらおう。おー、下手だ。はい、というわけで、やっってまいりました。いや、 HP のこの最新機種でございます。いや、ちょっと開けてみようか。マジか。ちょっと待って、でいくよ。おーん、あー、こうか。お、入ってる。これか、いでー。おー、いや、まずちょっと周辺機器で、あー、出てきた。あ、意外と軽い。これ電源のやつ、なんかモバイルバッテリーみたい。あ、意外と軽い。あ、これはいいね。結構重たいやつあるからな、ハイスペックだと。ほんで、これを出てきなさいよ、これ。あー、すげー。見てこれ、なんとペンがついてきます。そう、クリエイティブな作業ができるんすよ。あの、これで絵描いたりとかさ。やばい。いや、めちゃくちゃロマンあるじゃん。あ、これかっこいい。これ、あの、合皮でできた、こう、入れ物だよね。やる。ほんで、結構立派な本があって、なんか立派な本が入ってた。いや、そうじゃないでしょ。ああ、できた。これスペクト、いや、超かっこいい。ほんで裏がゴールドな。超かっこいいの。ハイスペックのノートパソコンよ、これ。おーおーおー、では出てきなさい。オープン。ちゃんと丁寧に、あの、セットアップ手順書いてありますね。かっこいい。なにこれ。おお。見てこれ、なんだろう、この表面軽い、なんだろう、艶消し、ブラックみたいなさ、艶消しシルバーブラックみたいな、超高級感あるじゃんこれ。オープンしてみる。あ、またこのメッキ感いいね。メッキ感いいね。いや、でも、あ、注目すべきは、あの、CPU なんですよ、今回。あ、ブーン。わ、でこっ。こちら、画面の大きさがね、15.6 インチ。いや、めちゃめちゃ広々で、しかもね、4K。いや、そんだけでロマンあるんだけどさ、いろいろ画面サイズが大きかったり、その解像度高かったりすると、問題なのが、やっぱ処理能力。ほんと、お前大丈夫なのかって思う方もね、いっぱいいらっしゃると思うんだけども、今回すごいのがね、この内蔵 CPU が Core i7 の 8705G、 4コア8スレッド、そして定格がね 3.1GHz。 いや、でもね、あの、びっくりするのはそこだけじゃないの。まあ、十分ハイパワーなんだけども、これさ、 With Radeon ですよ。そう、これ、あの、内蔵 GPU なんだけどさ、あの、今までのやつってさ、まあ、せいぜい、あの、めちゃめちゃ軽い、あの、ゲームができるとか、あの、まあ、ちょっとした編集ができるとか、まあ、そんな程度やったじゃないですか。でもね、これ今までの GPU と違う。だからさ、あの、ちょっとした PC ゲームでもこれだけでもしかするとプレイできるかもしんない。いや、ちょっと待って、セットアップしてみようかな。まずはこのタッチパッドもすべすべ、これポイントだよね、本当に。ほんで、この横のやつでこれ起動。あ、ついた、つきましたね。ちょっとね、あの、セットアップの方うち頑張ります。ちょっとセットアップしてみるわ。よし、もう完璧。必要なね、動画編集ソフト、写真加工ソフト、ゲーム、いや、いろいろぶっ込んでみて試したんだけども、いや、想像以上だったかもね。やっぱりね、これだよ。この CPU にさ、あの、このレディオン RX ベガ M、 いや、これがね、あの、どの程度のもんか恐る恐るやってたんだけども、あの、これ冗談抜きにさ、思った以上だった。じゃあ早速ね、これを使っていろんな作業をやっていこうと思うんだけども、まず1個、まずはちょっと 4K 行ってみる。あ、どうも、こんにちは。4K のカズさんでございます。ぽい、あ、ぽ、あ、ぽ、あ、ぽ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 、まあ、こんな感じで撮影するじゃん。ほんでさ、データ入れるじゃん。ほんで結構、あの、クリエイター向けに作られてるなと思うのは感じ取れて、まあ、サイド部分チェックしていきましょう。まずはね、こっちサイドの方はね、
上から HDMI、 ほんでこれが USB-C、 ほんで充電もできて、サンダーボルトも入っております。ほんでこっちの方行くとね、これ指紋認証で起動させるやつ、指紋認証、中指こうつけおくから、中指とか薬指で登録するとすごいやりやすいかもね。ほんでここがボリューム調整。ほんで逆行ってみるとさ、うにょーんと、はい、上の方からこれ電源、ほんでこれがね USB、 あ、これ便利だよね、この形まだ生き残ってるよ。で下の方行くとさ、イヤホンジャックに最後これもうそのまんまね、フルサイズの SD カードをさせる。いやこれほんとあると便利。出張中もさ、SD カードリーダーっていう荷物がね1個減るもんな、こうすると。はい、データ取り込みましたと。よっこいしょ。ではね、ちょっと、プレミアでも。おーっと、カズさん映り込んでるな。ちょっと読み込むね。はい、4K 素材読み込んだ。で、いくぞ。4K 素材。4K 素材。さあ、どんな風になるのかというと、もう今までの CPU 内蔵の GPU っていうか、従来のやつだったら、もう動かんじゃん。もう動かんじゃん。いくよ。はい。どうも、こんにちは。4K のカズ。いや、これいいね。ほら。おー、いいねー。ちまって、ポッポッポッって遊ぶか。4K のカズさんでございます。はい、いいねー。ポッポを、200%、 もちろんプロ棋士は作っておりません今。おー、いいねーよーし、今編集2の素材、フルハイビジョン、約10分の動画、どんなもんだろう。あ、いい。9分50秒の動画で、まあ実測値じゃないけども、約11分で出てますね。なあ、言ったろ、思った以上じゃない。ほんで、こちら面白いのはね、ウィーンまこのように倒れて、なんだろうね、いや、遊び心あるよね、これ。これもちろん今自動で反転したでしょ。これで、まあ、YouTube とかね見るのもいいし、これでさ、Photoshop でも起動するかな。タッチ、指のタッチにも対応してるからね、これ。なんか会社でのさ、プレゼントとかでもすごいお客さんの前に画面出してさ、これこうですよって説明しやすいし、新規作成、ここら辺でいくか、作成。おー、出てきたー。ほんでこれ、今回これでお絵かきすることにいたしましょう。何描こうかな。あ、もちろんなんだけどさ、これこの時ね、この裏のキー触っても何ともございません。オフモードになります。さあ、というわけでお絵かきタイム参りましょう。ほんで直感的操作ということで、はい、こんな感じでカンバスを大きくしたり小さくしたり、もちろん回転することすらできます。ほんで、この、ペンなんだけども、強くやると濃くなるしみたいな、薄く濃くとかがね、これ調整できるようになっております。ほら、うんや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 、なんか書くかな、うんじゃ。完璧。あとは縦線書いてあげて、下のレイヤーに、やばい、超楽しいできました。で、細かなね、なんかやるときは指でこうやって動かしてあげてさ、こうやって塗ってあげてもいいし、いいやんこれ。いや、クリエイター向かいで全然使えるね。なんかみんな思った以上じゃない、この CPU 内蔵のやつさ、どんなもんだって思ってる方もね、いっぱいいらっしゃると思うんだけど、こんなもんですよ。動画いけて、もちろんこういったお絵描きとか写真加工とかも普通にいけます。いや、どうでしたこれ。いや、ほんとね、グラフィックのパワーがすげえ。いや、もちろん CPU パワーもあるんだろうけど、グラフィックパワーがね、凄まじいわ。ほんで最後ちょっとね、ゲーム、ただね、今回ゲーム画面ちょっと出せないんですけども、ちょっとそこは皆さんご想像で、私が大好きな FPS、 3D のゲームあるでしょ、ちょっと今からプレイしてみたいなと思います。これもうゲーミング用のマウスまでしっかり装備させた。もう俺ガチ、もう喋らないはダメだけど、よし、これで音聞こえるようになった。真面目な戦いが始まったみたいだ。ちなみに設定の方なんだけども、なんかテクスチャとかまあいろいろあるんですよ。全部高い、ウルトラまで行くとねちょっとしんどいかな。全部高いでやっていきます。まあそんで、FPS だけね載せとくわ。ロビー画面がね、だいたい50前後出てる、すごくないよーし、な、ここ行ってこようっと。いや、でもね、つまりは回線さえ良ければ出張中ホテルでこの思ってゲームができるってことですよ。いや、これやばくない？
あ、ちなみに、マップ移動中の FPS 元とかと、さっきよりちょっと下がって、40から45の間かな。いやでも、ということはだよ、あのギリギリのスペックのマシンでやってる方は分かると思うけども、もっとね、あの普通とかあの低いやつにしてあげればもっと FPS 出るから。これよっしゃ、初勝負数この PC で。くそ、挟まれた。あっぱ、いや終わっとこう。あ、やばい、ネクストっていくとこやった。はい、まあ今の緊張感お伝わりいただけましたでしょうか。いや、これあのテンションがあるの分かるでしょ。あのお外行っててもさ、あのこれよ、こんなさ、あの薄いやつでゲームができちゃう。いや、これマジで嬉しい。今の重たいゲームができるっていうことは、編集でもなんかいろいろ加工でもね、あのかなり汎用性があるということだと思います。ちなみにメモリはね、 16GB、 あの 2400MHz のあの速いやつ使ってるからさ、あの本当動作はね速いんだよね。ほんでね、あの気になるの、これあのまあ携帯するためのものだと思うんだけども、本体重量これがね 2.13kg。 あとね、もう一個ポイントがあるんだけども、これなんですよ。これね、あの 150W もあるタイプで、いや意外とね、こういったやつがね重たいんですよ。あの私ゲーミングのガチのね、あのノートパソコン持ってまして、あのこれだけ、このあの電源部だけで何キロもある。1キロ2キロじゃない、数キロあるんですよ。それってさ、ゲーミングの運命でさ、パソコンと両方合わせても10キロみたいな、もう謎モデルみたいなのがあるんだけども、これはね、あ、そうだわ、436g。 だからこれ2つ合わせても 2.5kg ぐらい。いや、すっげコンパクトだわ。いや、これはね、本当に今来てる第8世代の CPU、 あの今回みたいにあのレイディオンの RX ベガ M とかさ、そちらを搭載したパソコンってね、あのこれからもうあのいっぱいいろんなの出てくるからさ、ある程度あのゲームもできて編集もできて、オールマイティーなノートパソコン探してんだって人はね、ついにね、今あのちょうどいい時代来たかと思います。ほんで今回のやつね、もう本当こうやってあの書き書きにも使える、本当あのクリエイティブなパソコンなんだけども、あの詳細気になる方はね、ぜひ概要欄の方チェックしてみてください。あともちろんなんですけども、あの Windows もう最近こういうの多いんだけど、あの起動して、まあサイドに指紋認証あるけども、見えてっかな、これ見えた、今の顔認証で、あの高性能な顔認証でこうやって外すこともできるから、いやー Windows ほんとロマンあるわ。まあ皆さんもね、あの出先で一緒に編集したり画像加工したりゲームしましょう。というわけで、HP のスペクター X360 のご紹介でございました。